関東地方を舞台に相棒のポケモンと冒険を繰り広げるポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイ。今回は新たな情報をお届け。冒険の途中、行く手を阻む障害物、そんな時頼りになるのが秘術だ。秘術は相棒のピカチュウとイーブイだけが使えるフィールド上の能力。邪魔な木をスパッと切り、水の上をスイスイ渡り、空も飛べるように。そして相棒のピカチュウやイーブイだけが覚える強力な技があり、バトルで大活躍。さらに携帯モードで相棒を撫でると髪型を変えることも。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴーイーブイモンスターボールプラスは11月16日発売。ピカチュウ EV 仕様のドックやジョイコンがついたスイッチ本体とソフト、モンスターボールプラスが一緒になった特別なセットも同日に発売決定。